マリサだぜ。今回はアメリカ軍の駆逐艦ラフィー DD459 を解説してみるぜ。1942年3月31日にこのラフィーが就役。ちなみにラフィーという名の駆逐艦はもう一隻あるぜ。こっちのラフィー DD724 は1944年に就役し、苛烈な砲爆撃と神風攻撃を生き延びたことから不死身の船と呼ばれているけど、今回解説するのは日本艦隊の戦艦や駆逐艦と夜中のガチバトルをした方の駆逐艦ラフィー DD459 だ。1942年10月、ラフィーは、サボ島沖海戦、またはエスペランス岬沖海戦において、初めて艦隊行動に参加。アメリカ軍にとっては、日本軍のガダルカナル補給を阻止することが目的だった。10月11日、アメリカ海軍の第64任務部隊は、ソロモン諸島のサボ島西側付近の海域へ向かった。当日の昼、ノーマン・スコット少将は、2隻の従順と、6隻の駆逐艦によって構成された日本軍艦隊を発見、という情報を受けた。この情報を受け、駆逐艦ファーレンホルト、ダンカン、ラフィー、を先頭に、駆逐艦ブキャナン、マッカーラ、が後方。他の巡洋艦は、中央で艦隊を一列渋滞にして航行を開始。同日23時32分、艦隊は2列の副従陣に変更。陣形変更と同時に、軽巡洋艦ヘレナ、ボイシ、重巡洋艦サンフランシスコのレーダーが水上にいる目標を捕捉。その目標とは、実は、司令官、後藤、有友少将、が率いる第6戦隊であった。3隻の、重巡洋艦、青葉、古高、衣笠、2隻の、駆逐艦吹雪、初雪、で構成されていた。だが、サンフランシスコ座上のスコット少将は、それは右舷にいる味方の3隻の駆逐艦だ、と勘違いし、味方に通報しなかった。ラフィーたちはそれを知らないまま、高速で日本艦隊との距離を縮め、お互いの距離は約4600メートルまで近づいた。一方の後藤少将も、同様に、相手は味方だ、と誤認していた。それどころか、サーチライトで自分の艦名まで相手に名乗った、という説もある。23時40分頃、日米双方の艦隊は狭い道で出会い、ついにラフィーたちは戦闘状態に入った。ちょうど、定時有利の位置にいたアメリカ軍艦隊は、全艦一斉射撃を行う。警戒していなかった、重巡洋艦、青葉、は、1分間に40発余りの砲弾を受けた。ラフィーは火力を集中させ、青葉の上部構造物を狙って攻撃、その第2砲塔を破壊。青葉が撤退した後、ラフィーは、攻撃目標を右舷で反攻している、駆逐艦、吹雪、に変更。サンフランシスコと協力し、吹雪を撃沈した。その後、彼女は友軍の追撃を支援するため、撤退中の日本艦に向けて照明弾を発射。そして、来撃しようとした、駆逐艦、初雪、を、砲撃で追い払って阻止。0時20分、スコット少将は、逃げた敵の動きを正確に把握できなかったため、追撃を停止させた。この戦いで日本軍は、重巡洋艦、古高、と、駆逐艦、吹雪、を失い、アメリカ軍は、駆逐艦弾艦、が沈没。ちなみに、ラフィーはこの野戦で、傷一つ受けなかった、という。サボ島沖海戦後、ラフィーは、7隻の輸送船をルンガ岬へ護衛する任務に就いた。翌日の14時頃、日本軍は21機の攻撃機を出動させ、物資を下ろしている最中の輸送船を襲撃。ラフィーは護衛艦隊と共に、それの撃退に成功。その後、輸送艦隊を指揮していた、ダニエル・J・キャラハン少将、は、進行してきた日本艦隊を迎撃せよ、との命令を受けた。
こうしてキャラハン少将は、第67任務部隊を率いてサボ島海域に向かった。この時、ラフィーは艦隊の前衛を担当していた。11月13日1時24分、日米両軍は、サボ島東南、約5海里のところで遭遇。両軍とも相手に向かって航行しており、敵を発見できた時、お互いの距離はわずか2700メートルだったという。そしてついに、停電した後の酒場の大騒ぎ、とも評された日米艦隊が大混乱する、第3次ソロモン海戦、が始まる。ちなみに、以前の、駆逐艦、夕立、の動画でも解説したが、この海戦は諸説多々ありで、わからないことが多いから、注意するんだぜ。1時50分、日本艦隊はアメリカ艦隊の左翼に突入。ラフィーは艦隊先導の、駆逐艦カッシング、の後に続き、敵陣の深くまで入り込んだ。そして、軽巡洋艦アトランタ、にサーチライトを照射している、駆逐艦、暁、を発見。輪郭まではっきり見えたため、攻撃目標を暁に変更。ラフィーは主砲を暁に連続で命中させ、その隙を破壊。動力を失った暁は、巡洋艦アトランタ、サンフランシスコ、ヘレナ、の集中砲撃によって沈められた。そしてその後、暗闇の中、ラフィーの監視班は突然、左舷910メートルに大型艦を発見。それは、日本艦隊の指揮官、安倍博樹中将、が座礁する、戦艦、比叡、であった。比叡は、サーチライトをつけながら、25ノットの高速でラフィーの横腹に突っ込んできたのである。ラフィーは左へ魚雷を5発正射し、それと同時に全速回避で、比叡の体当たりをギリギリでかわした。ラフィーと比叡の最も接近した時の距離は、わずか3から 6.1 メートルだった。と言われている。両者の距離がこれほど近かったため、比叡の主砲は、角度不足、でラフィーを狙えなかった。ラフィーはそのチャンスに乗って、すべての武装を使い、後方から比叡の艦橋を狙って撃ち込んだ。その砲弾の雨は、比叡の艦橋と射撃式場を徹底的に破壊。比叡座城の主席参謀、鈴木正兼中佐、はその場で戦死、安倍博樹中将、と艦長の、西田正夫大佐、を含む高級士官たちも負傷。比叡を損傷させた後、ラフィーは離脱を図ろうとした。しかし、すでに敵陣に深入りしすぎたため、日本艦隊に包囲されていた。後方は艦橋が火の海になっていた、比叡。右には、戦艦、霧島。前は、駆逐艦、村雨、サミダレ、朝雲、が接近。遠くにも、軽巡洋艦、ながら、がいた。この状況で、ラフィーは左舷にいる、村雨、を先に始末する。と決めた。短時間の交戦の後、村雨はボイラー1個がラフィーの5インチ砲によって破壊されたため、戦闘から離脱。村雨を振り切った後、ラフィーは即座に主砲を、駆逐艦、朝雲、に向けた。これら日本艦隊との戦闘中に、ラフィーの2番、3番、4番主砲と魚雷発射艦が次々と破壊されたが、最後に残った1門の主砲で、ラフィーは反撃を続けた。日本艦隊との戦闘中、ラフィーは比叡の主砲射程に入ってしまう。そして、比叡の14インチ主砲がラフィーの艦橋を貫通。多くの敵艦の集中攻撃を受け続ける中、ラフィーの海図室、ボイラー室、発電室が次々と被弾。その後の1時52分頃、朝雲の魚雷、また刃、ながらの砲撃、がラフィーに命中。各所に炎上したラフィーを見て、ウィリアム、E、ハック艦長、刃、総員退艦、を命令。
その5分のち、火の手は弾薬庫にまで到達し、誘爆によって艦全体が連鎖的に爆発し、ラフィーは瞬く間に沈没。ハック艦長を含め約3分の1の乗員が、この爆発の中で死亡。運よく生き残った乗員たちは、その後に沈んだアトランタの生存者と合流。救助艇に乗って、共にガナルカナル島に上陸した後、救出された。ラフィーでは、全乗員247人中59人が死亡、116人が負傷。それらと引き換えに、第67任務部隊は、日本軍があの夜予定していた、ヘンダーソン飛行場への砲撃計画、の阻止に成功。味方の上陸部隊のために、貴重な一日の時間を勝ち取った。